今日はトレーナーのタムムンこと筋肉さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。何してるんですか？何がここの仕事で？仕事で普段僕たちと何してる人ですか？ああ、まあ大体3つですね。運動、筋トレとコンディショニングで整体したりマッサージ、ストレッチしたりと、まあ、あと昼夜の選手の飯を作ってます。美味しいですよ。美味しいです。日本にいる時よりも俺は健康的な食事を。それは間違いないですね。この筋肉さんのおかげで取れてて、それは間違いない。毎日本当に感謝しています。ありがとうございます次に筋肉さんに e スポーツとそのフィジカルトレーナー、まあ、トレーナーとしての仕事っていうのはどう結びついているか、お聞きしたいと思います。どう結びついているか、まあ根本的なので言ったら、正直一番ね、一日、まあ、何時間、下手したら10時間以上、まあ、ずっと座ってね、ゲーム画面向かって、まあ、練習したりゲームしたりってしてる中で、まあ、正直体に絶対不備は出てくる。だからそもそもだから運動をすることにもデメリットなんてないというので、まあ、運動習慣を取り入れようっていう軽いその入り入り口もあるけど、まあ、正直プロとしてこれから活動していく上で、まあ、運動をすることのメリットってやっぱ脳だったりとか、その目の動きだったりっていうところでやっぱすごいいいものが結果出てくる。なんか例えば体を大きくしたいから筋トレするとか、こう足を速くしたいからなんか、ね、スクワットしたりダッシュしたりするっていう以外にも、そういうゲームをする上での役立つことが運動によって得られるっていうのがめちゃくちゃ多いので、まあ、それをちょっと、まあ、指導というか、まあ、みんなでやれたらいいなっていうので来ました。日本の e スポーツにはまだ少ない例の一つだと、めっちゃ少ないと思います。いつもありがとうございます。ああ、神さんが、うん、具体的にどのようなトレーニングを、指導 されていらっしゃるんでしょうか？具体的にみんなでやるのと個人でやるの、まあ、一応2種類があって、まあ、個人の方はまあ本当ザ・パーソナルトレーニング、まあ、体を全体的に動かすっていうのと、まあ、そもそも代謝を上げるで、まあ、運動することによって血流の促進だったりとかっていう部分で、まあ、しっかりした運動トレーニングして、で、まあ、みんなでやる場合は、まあ、今俺たちはチームセッションって呼んでるんですけど、まあ、全体でまあ試合前とか練習前に体温めるあのゴムチューブ使って肩温めたりとか、なんか足上げてとか、あと、まあ、本当最近取り入れた目の動き、脳の働きの促進する運動だったりとかっていうのを基本的にはやってますね。次は e スポーツとスポーツの違いってなんだろう？それやりづらいなマジで。普段のスポーツと e スポーツの、そう、運動するので何が違うのみたいな。そう、まあ、特に大きな差はないです。スポーツもどのスポーツになるかに変わるけど、その競技性特化っていうよりかはまず体を全身動かすことが前提だって。ゲームはでも、うん、まあ僕はそうですけど、あんまり運動してる人って少ない方なんですよ。うん、まあいないですよ。なんでまずスタートラインにちょっとね、うん、立つという意味でもね、そういう運動する習慣っていうのをね、身につけていったとか、散歩とかだもん。そうです。そうなんか歩くとか、日光太陽出てる時に歩くだけとかでもいい、うんうんうん、できればね筋トレとかそういう方がいいけど、まあ、日光浴びない日なんてありますからね。すごいやばいでした、まあ、外に出ることによって、うん、日光浴びることによって、うん、脳もね起きてきたりして、うん、まず試合中の頭の回転も入る感じる時もあるんでね。だから、うん、大きな差はないです、うん、らしいっす。そもそもトレーナーになったきっかけとかって？なったきっかけは、だから多分今の俺じゃ多分想像つかないと思うんですけど、バチゴリに太ってたんですよ。もうガタイがいいとかいうレベルじゃなくて、バチゴリでかくて、もう業務用冷蔵庫みたいな、本当にでほんとでかくて、でもそれで別にダイエットを教えてくれる人いないし、もう自分で調べてなんかいっぱいダイエット法とかあるじゃないですか。でそれを試したらがっつり痩せたんですよ、うん、痩せて、でそこから筋トレとかして体作ってって、そしたらやっぱ他の人からこう言われるんですよ。どうやったらこれ痩せるのとか、このマシンどうやったら効くのとかいうのを、こうやったら痩せますよとか、こういう風にやったら筋肉効かせれるようになりますよってやって、教えた時に、わ本当だめっちゃ効くわこれとか、実際にやった時に、わめっちゃ痩せてきてんだよね今って言われたのがもうめちゃくちゃ嬉しくて、うん、たらもう、あそれこれ仕事でいいよ、じゃあトレーナーだみたいな感じで、もなんかどんどんどんみたいな専門学校行って、
もう就職してみたいな感じで、気づいたらトレーナーになってたっす、うん、気づいたらそのボディに大きくなっちゃった、業務用から、うん、本当にがきっかけ、うん、ですね。もう気づいたら本当習慣化してたみたいな。最初はね意識してたけども、今無意識になってるみたいな感じじゃないですか。で、まあ、さっきも言ったように健康的な食事を作ってくれてると思うんですけど、うん、もうみんなに、うん、で、その そしてなんか気をつけてることってありますか？あ、もうそのご飯を作ることに対して、だってもうみんな好き嫌いとかある。あ、まあまあまあ、俺なんてもう、そう、枝豆メッセージだから。正直全員が全員好きなものは作れないです、うん、まあ、基本的にまあそのバランスは絶対重視、まあ、野菜の品目あって、で、まあ、みんな運動をしてるんで、まあ、ある程度タンパク質を取らせるっていうので、まあ、あの油が少ないお肉類、まあ、今日とかも鶏とかも使ったし、うん、を使って、あと米となんか汁物、なんかスープだったり味噌汁だったりっていう、そのバランスが基本的にはそれこそ味を濃くしすぎなかったりとか、まあ、そういうなんか塩分調整とかも、まあ、ある程度気にしてはいますけど、なんか塩何グラム入れてとか、お肉何グラムお米を測ってみたいのはやってないですけど、大体のそのバランスは絶対にその守るようには、まあ多分食べてて分かるんですよ。野菜ない日ないもんね。ない、絶対なんかサラダなかった時は絶対そのメインのおかずに野菜めっちゃ入ってるし、すごいカレーとか肉じゃがとか入れるし、まあ大体でもねサラダ絶対つきますもん。ついで、うん、だからそれは絶対かなとは思いますね。人参だけでもちょっとね、人参食べた方がいいですよ、絶対食べてほしい、減らしてほしい、マジで食った方がいいです。だから人参が一番うまい、色もいい味もいい、素晴らしい、うん、いいとこしかない。でもなんか俺は、ま、食うの苦手だからちょっと減らしてほしい。枝豆を毎回ね、熱産のせいで、ね、カードに枝豆が、ね、毎回入ってる。4袋、ね、4袋冷凍でも素晴らしい、あれやばい、まあ、っていうのは置いといて、置いといてね、はい。まあ、だから本当塩分がどうこうとか、なんか油がどうこうよりかは本当なんかバランスを重視してます。はい、もともと料理スキルを持っていたかどうかちょっと気になるんですけど、おお、俺たちのために習得してくれた。おお、なるほどね。正直言ったら多分ほぼゼロに近かった。おお、っていうのも体作ってるんで、食事もやっぱ自分で結構気にしてたんですよ。だけどその気にしてたものって何かって、大体まだ鶏ささみとかザみたいな、あの皮剥いだ胸肉とかをただ焼いて塩コショウ振って米と食うみたいな、まあ、正直そのカロリーとかバランスで言ったら多分めちゃくちゃいいんですよ、うん、めちゃくちゃね、余分なもんなんもないしカロリーも低いし。だけどじゃあそれを選手に出しますかって言ったら絶対出せない。食事としてはね、そうそう、楽しみがね、餌なんだよねご飯じゃなくて餌、効率重視だね。そうそうそう、なんか味より栄養素みたいなタイプだったから、うん、もうこれはまずいと思って、もう速攻クックパッドダウンロードして、うん、でほら最初聞いたじゃないですか、好きなもの嫌いな食べ物、好きな食べ物聞いて、うん、でじゃあ例えばじゃあ今日カレーにしようって言ったら、待ってカレーに苦手なやつ、ね、いないな、あ、オッケー、じゃあ作れるみたいな。で今になっちゃえばなんかそれこそ醤油とかみりんとかの目分でバーバーで、あ、いけるっていけるんですけど、最初もマジ大さじとか測ってもう5回ぐらい味見してみたいな。で量も量じゃない、作る人数が。確かに、ね、だから結構特殊だもんね。そうそうそう、この量相場が分かんない、1人1人前の。作りすぎちゃったりとか逆に足りなかったりとか、最初の頃はそういうキックオフの時とかはもう超なんか大変でしたね。本当に美味しくなかった時ないけどね。本当ですか、うん、あ、それはよかった。あ、でも料理して一番うまくなったのは米の炊く技術。最初カチカチだった。全く料理しないんだけど、うん、そんな簡単じゃないんだ。はい、まあ、深い、やばい、ごめん深い、水ここで見てる、当たりないと笑ってよ。ということで、はい、今日は筋肉さんパムムンですね。筋肉さんのね、そんな解体しパムムンって呼んで、誰かパムムン、パムムンこと筋肉です。筋肉は、はい、やばそれやばいそれやばいそれやばい、パムムンか筋肉、筋肉、もう筋肉ですね。ということで、筋肉さんの解説動画でした。じゃあ次は、Sさんの料理動画で会いましょう。作っちゃうよ。